煙水晶スモーキークオーツは、水晶の一種で、石英グループに属する鉱物の変種。煙水晶ともいう、鉱物学的性質、特徴については、石英を参照モースコード7、茶色や黒っぽい、煙がかったような色、色彩に発色する原因は、はっきりとは分かっていないものの、地中で天然の放射線を受けると、 ケイ素を置換した微量のアルミニウムイオンが3カのアルミニウムイオンから4カのアルミニウムイオンになる色中心となり、広範囲の波長の光を吸収するため灰色に見えるとされている。長期間にわたる放射線の影響で、受けた放射線の量が多いほど光の吸収部が増えていくことで、泡灰色灰色黒色と色が濃くなる。非常に暗い茶色黒色の不透明な品種が、 モリオンとして知られている。モリオンはスモーキークオーツのドイツ語、デンマーク語、スペイン語、ポーランド語の同義語でもある。その名前はプリニー・ザ・エルダーにおいてモーマーイオンを読み間違えたことに由来する5.4の密度を有する。カンゴームはスコットランドのカンゴーム山脈に見られる様々なスモーキークオーツクリスタルである。通常、 スモーキーな気化色だが、いくつかの標本は灰色がかった茶色を示す。スコットランドのジュエリーや、キルトピンの装飾品やナイフスケアンリューブのハンドルとして使われている。最大の基地の看ーム結晶は、ブレイマー城に保管されている 23.6kg の標本である。落ち着いた色合いから、良質のものは、宝飾品や粘樹として加工されたり、置物や、 印鑑などの素材としても幅広く用いられている。天然の煙水晶は結晶の状態では見つかるものの、宝飾品になるほどの高品質のものは決して安価ではない。天然石ビーズとして流通しているものの中には、いわゆるエンハンスメントと呼ばれる処理が施されているものが多数ある。安ければ安いほど、その傾向は強い。白水アキラに人工的に放射線を浴びせて、 煙水晶にしたものもあれば着色したものもある。その逆で煙水晶を加熱処理して黄水晶として販売しているケースもたびたび見受けられる。かつてはトパーズの一種と誤認されスモーキートパーズという名称で高価な宝石材料とされていたこともある。ありがとうございます。